し、改めて我の任務いかがだったか。有吉さんじゃ、ありがとうございます。有吉さんじゃ、いやー、まずはこの江戸の民は貴様が指揮したい我ら名古屋おもてなし部招待こたび初めて見たやつはどれぐらいあるの、手挙げてみてちょう。ああ結構おりますな信長様。今まで何をしておったのか。やめてくだされ。我が江戸の民、少し奥ゆかしいところがあります。なるほど。これを機に我らが終わりここは名古屋の地に参る、みなしもそうであろう。おお、ありがとうさんじゃ。しかしここで南谷に残念なお知らせを。残念なお知らせ。わしは生きてこの目で江戸の町を見たことがない。なるほど、うん、何故でございますか。そこまで聞くのか。申し訳ない、た民はなぜ信長様がこの江戸を知らぬか、興味津々でございます。思い返せば1582年、82年、本能寺の変というものを知っとるか。メラ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 、グオーグオーグオー、敵は本能寺にあり、責任を負わず。あやめろ。いやいや、思い出すだろ。申し訳ございません。あの逆賊明智光秀が、わしの大好きな大好きな信長様を本能寺でやっつけてまった。みなみな、これが本当の猿芝居だ。いやいや、猿芝居ではございません。なるほど。とてもおかしかった。して、その江戸の町はいつできたんじゃ、方の起こりは。わし全く知らんぞ。さようですな。これは江戸の町の起こりというのは、1590年代でござるが、実際に江戸幕府を開府したのが1603年ということで、まあそのあたりに完成いたしたともされますが、故に1600年あたりといったことですが、江戸の町は名古屋の町と違い、非常に有機的な生き物が育つような形になっております。なるほど。故に難しい言葉を使ってくるですな。さよう、これはどういうことかというと、お主たちがカタツムリしておるじゃろ。最初は小さなこの渦巻きがどんどんと周り大きくなりつれて大きくなっていく。実は江戸の町もそうで、今もなお400年経った今もなお大きくなり続けている。ということは塩をかけると縮むと。なるほど。違いもう、塩使ってはならぬぞ。南なわしが申したのはカタツムリの殻の話。殻の話、中の話ではない。ちなみにカタツムリとナメクジ、ナメクジは生態的にほぼ同じ生き物らしいです。いや、見たら大体わかるわそれは。あと何の話しとんだって。江戸の話に戻していっちゃうよ。故にこの江戸の町というのは、生き物のように今もなお大きくなり続けており、こう広がり続けてる。さよう、今このちょうど大きなあたりはこの池袋から北の埼玉なる武州に向かっておるあたりです。これは実はこの江戸のくる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 回っておるのは、土地の高い場所がずっとこのように広がっていき、今はこの埼玉のあたりから、今はどうでしょうかな、あの北区のあたりまで、北区のあたり、詳しいな。東に回っておるという、そういったことが。その中心がなんといっても今の皇居であるわしが築城した江戸城にあるということじゃ。わしが話したかったのはそういう話じゃ。カタツムリとナメクジの生態が知れてよかったな。そうなんじゃ、驚きじゃろ。小さなお子は多分そっちに興味がいったと思うんだけど、ちなみにナメクジに塩をかけても実は溶けるのではない、水分が少し減って小さくなるだけ。楽しみだな。すごいな。ナメクジ博士と呼んでくだされ。わしもなんか言いたいな。虫の雑学か。来るか。わかった。例えば毛虫なるものあるじゃろ。毛虫知っとるか。ありますな。毛虫というのは後ろ向きに交代することができんのじゃ、故にそれを見た我ら武士は勇ましく全身あるのみ。これ男の武勇、とてもかっこいいことということで、兜に毛虫をつけたりもしたんじゃ。それは伊達家の名称、そう、重真というものなんじゃ。これは仙台の武将なんじゃけども、そういったようにな、虫から兜の模様になっていくということもあるということじゃな。なるほど、虫知識。武士知識、武士知識。虫、いやいや。
やめてください。これ実は虫の無は当て字で武士と書くんです。そうなんですか。故にそれは間違っても間違いない。そうなんですよ。肝心なところでこの笑いが起こったら違うところで違うところで、これが愛される。江戸の話さようです。江戸の話ですな。いや、しかしながらもう一つあるんですわ。江戸というのはこの徳川家康殿が建てた、そして我らが来た名古屋という地もこの家康殿が作ったんじゃ。さようさよう。そしてこの江戸というのはもちろん昔は首都であった、東京、今でもそうじゃな、家康殿が京都に上洛といってな、天皇様に会いに行くときに途中に名古屋という地があるんじゃ。そこで名古屋城には本丸御殿というどれとてつもなく豪華絢爛な建物があるんだけど、これは家康殿のような将軍専用の宿泊施設を名古屋城に建てたんじゃな、今まさにそれが見られるということで、ぜひぜひ我らの本拠地でもある名古屋城には来てほしいな。さようですな。そしてその尾張国には犬山という、犬山地名になんと犬という文字が入る、非常に珍しい日本の唯一の可愛い名前の土地名。確かに、犬山じゃぞ。犬たくさんおりそうじゃろ。おらおら、本当におるのは猿。ということで、わしの本拠地はこの名古屋城の本丸御殿。ぜひとも信長公には参っていただきたいという場所で、秀吉との本拠地はこの犬山のモンキーパーク。違うわ。それあだ名猿っていうだけでやろ。わしはモンキーパークではない。確かに秀吉とよく見ると猿というよりも子熊ですな。子熊。お主さっきから子熊じゃねえよ。何ですか。 黄色いじゃろ。わかり申した。なんじゃ、なんだなんじゃ家康殿。言ってもよろしいことか。いいよ、もう怒らんで怒らんで。ではせーのでみんなで言うか、せーの、熊のプーさん殿。いやいや、誰が蜂蜜食べたい熊じゃて。違いも違うわ。もう向こう行け。怒るぞ。テッド殿でございます。テッドじゃねえわ。あんな、まあ、汚いけど汚くはない。汚さでは一緒だ。一緒ではにゃーですよ。あんなくちゃくちゃしませんぞわし。おー、なんですかくちゃくちゃって知るか。秀吉殿、江戸の話。ちょっと待って、ちょっとでも江戸の話もしたいんじゃけど、犬山城という言葉が出てきたで、ちょっと犬山城でちょっと豆知識よろしいですか。犬山城、その間囲碁でも指しましょう。ではあ、ちょっと待って、怖いから戻ってきて。ちょっと、ちょっと怖い。なんで答えたの。なんだ犬山。ちょっと一人ではちょっと持ちません。いや、実は犬山城というのは現存天守ということで、400年前から残っとる天守、国宝に指定されておるんじゃ。その中に展示されているあるわしにゆかりのあるものがあるんじゃ。これ何かと思う。ちょっと聞いてきていいか。これ分かるものすごいなと思う。はい、手挙げてみて。ちょ、わしにゆかりのあるものが展示されておる犬山城に展示のもの、それが秀吉とのゆかりのあるもの。なんじゃ、分かるもの手を挙げて。なかなか秀吉殿、これ手が上がらん、知っとる知らん以前の問題で興味がない。興味がない。おい、興味を持て。私たち努力して秀吉との興味を持つのじゃ。待ってちゃうよ。実はこれ風呂桶があるんじゃ。風呂桶、わしが使った風呂桶、これ日本最古の風呂桶なんじゃけど、実はそれが風の噂でいずれ国宝になるんじゃないかと。ほー、分かるか。こんな、なちょっと小汚いおっさんがじゃぞ。おじいちゃんが入った。いやいや、小汚いおっさんではないですよ。汚いおっさん。小汚いにしといてください。小さいの方にしといてください。ただその小汚いおじいちゃんが入った風呂桶がいずれ国宝になるということで、ぜひ犬山城も見に来てちょうよということで、わしは以上でございます。なるほどなるほど、豊臣秀吉殿といえば、わしがこの江戸に来るきっかけとなったご人、信長殿の亡き後は天下人となられ、天下人の命令でわしはこの江戸の町を作ることができました。ほうほうほう。ちなみにその犬山という地はかなり有名な合戦がありますな。そうなんじゃ、小牧長久手の戦いという、まあ、その話は良いではありませんか。お主が振ったんじゃろう。喋らせろ。喋ってんの信長殿。そろそろ将棋の時間。では将棋打っててくださる。わし、これお頼み、ね、小牧長久手の盾。ちょっと待って、怖い怖いんじゃ、わし一人は嫌じゃ。一人だったら一人で喋れるんじゃん、お前は。もう一人は嫌なんですわし。夜一人で川屋も行けんのですわ。もこんなとこありえないですわ。いや、もう小牧長久手の話はするの。やってきたもん、まあ、では小牧長久手の、仕方ないですな。おお、喋りづらいな、興味ある人手挙げて。おー、よかった。それは許してやる。いや、ありがたき幸せ。いや、小牧長久手というのは実は
わし秀吉と家康殿は唯一戦った戦なんじゃ。さようさよう。この2人の天下人がぶつかり、ではどちら、もちろん2番目信長様の後にわしが天下人になった、うん、要するにこれもちろんわしが勝った、うん、ではなくわし負けたんじゃ。そうじゃな、三河武士とはええやつより誠に、うん、まずはこの、うん、拳を交える喧嘩でわしが勝ったということですが、ボコーン、ありの勝ち。そんな、しかしながらわしは負けたんじゃけども、家康殿の仲間を取り入れて、わしのうまい人たらし術で取り入れて、最終的にはいつの間にか家康殿の方のが不利になっていた。これが小牧長久手の戦い。ああ、わしのなめくじ取られた。なめくじじゃねえでしょ、あれ。それは偉いもの取られたな。いいですか、今信勝様、信長様の三男の息子をなめくじ呼ばわりされたんですか。 あいつもなめくじ同然。なめくじ同然ということで、まあ武将なんて塩かけりゃ溶けるもんじゃ。溶けんですぞ、そんなもん溶けんですぞ。まあそういった後の天下人たちが直接対決する戦というのは実はこれのみと。そうじゃな、ということで非常に愛知県にはゆかりの深いところがあり、うん、そういった愛知県とゆかりが深いのがまさにこの江戸。愛知県の民が引っ越して、うん、そしてこの江戸の町を作ったということで、うん、わしはこの400年の後に集うた皆々がその我らの夢の結晶であると同時に、うん、わしらに元気を与えてくれるそんな存在である、うん、改めてわしは江戸に帰ってきたが、うん、この江戸にいておそらく江戸ではない者たちも集うておるであろう、うん、それこそが我らが望んだことであるがゆえに、みなしも今日はよう集まってくれた。ありがとうございます。そんな皆のためにも写真撮影などはいかがでございましょうか。ええ、じゃあ次郎三郎。さあでは、うん、この後はお主たちのからくりにより写真撮影をいたせ。では演舞後名古屋おもてなし武将隊写真撮影いざ開始じゃ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、しまいでござる。ありがとうさんじゃ。ありがとうさんじゃ。いや、しまいよ、とったー、タイプでよ。素晴らしい。